僕は今年の夏読んだ本の中にね、非常に面白い本があった。だけど残念ながら僕は原子工学の専門家じゃないから判定はできないけどね、こういうことを言ってる本があるんですね。今の原発っていうのはそのウランを使った固形燃料で、で軽水炉型だから水で、冷やして、で大規模にやってる。あれはウランやってる燃えかすでプロトニウムが出すんで、これはバーンと爆発した時散らばったら本当にえらいことになる。ところがやっぱり原子力発電所っていうのは核爆弾と一緒に発展してきてますから、それは核爆弾作りたいやつはプロトニウム一緒に作りたいからあの形でやってきてるわけですね。でそれに対して原爆の洗礼を受けた日本はそんなプロトニウムを作る、核爆弾を作る並行するような原発じゃなくてプロトニウムを作らないと完全に燃え切っちゃうような原発の方の研究に行くべきだと言ってるんです。具体的にはね、ここから先は専門的だからね、ぜひ本を読んでもらいたいと思うけど、固形燃料でしょ今、だからその裏の固形燃料を棒入れて、制御ボタンを上げたり下げたりしてこう水回してこうやってるでしょ。あれは技術的に大変だし、もう大変な災害がね起きる、安全性に問題がある。そうじゃなくてね、液体燃料を使えと。それでね、なんていうかトリウムを使うんですって、うん、液体トリウムを使ってやると水ぐるぐる回さないで済むらしいですね。それでその溶融塩という、これも専門的になっちゃうけど、これで 液体トリウムでやれば固形の場合よりかはるかに技術的に良いですって、安全性を保つのにね。そしてしかも小型化できる、だから地産地消でもう福島に迷惑をかけたわけだけど、都会にね小さなこの液体トリウムを使った小型原発を作る、そういう方向にね転換してけっていう、いわゆる放射能を出さない、放射線を出さない、放射線を出す物質を再生産していかないっていうわけですよ。それでこれはね、原発安全革命ね、古川和夫さんという人ですよ。だこの人はもう専門家だから言ってるんだけども、全く発想の違う液体トリウム小型、この原発なら福島もチェルノブイリも起きなかった、起きないってわけですよ。こうまあこれは一つの例で、僕は専門家じゃないから最終的に判定できないけど、こういうことをもっと研究すべきですよ。特に原発の洗礼を受けた、原爆の洗礼を受けた日本ですからね。こんなね、プロトニウムを作りながら原発原子力発電していくなんて、こういう物騒なやつはやめちゃって、プロトニウムはもう使い切っちゃう、それを燃料として残さない小型のより安全これはアメリカあたりもちろんやってるんでしょうね。アメリカはそれを捨てた理由は何かというと、原発作りたいから、大量 のプロトニウム欲しいから、ウランから、はい、だから今北朝鮮だって問題になってるのは、どれだけウランからプロトニウムを抽出した、原発技術というのは核爆弾と並行してきてる、ええ、それをトリウムでやるとそれができないから、そうそう、アメリカはそれをやめちゃった、それをやめちゃった、これはすごい。それでこっちに今のやり方の方にあまりに金をつぎ込みすぎちゃったから、そう簡単には転向できない。で日本はできるじゃないかと。その技術が相当蓄積されてんだから、もう今からその研究、その実験炉みたいなのをどんどんそっちに金かけていく、これは日本らしいですね。研究をそっちにシフトした、僕はね、そういうね前向きの発想をね、この内閣にしてもらいたいですね。
で日本の原そういう原発技術っていうのはもう世界の最先端の水準に並んでるわけですから、日本はあの原発原あの核爆弾を作れるようなね、あのプロトニウムは作らんと、でもっと安全なあの小型原発でいく、でも輸出もどんどん増やしてやったらいいんですよ。小型原発っていうのはね、すごく輸出が伸びる。なぜかっていうとね、あの新興国、資源国、今の途上国はね、そんなものすごいその電力需要ないんだから、それは小型でいいんですよ。現在の原発あの施設っていうのは巨大、巨大な施設、そうですよ。施設ですよね。うん、これはね、うん、あの20万、30万キロワットでいいってわけですね。最初は原発も50とか60から始まったけど、今130になり、180になり、すさまじい大きさですね。こんなものはあの途上国には輸出できないって言うんですよ。放射能を出すから、その地域の反対があるともダメと。そう、放射能を出すからね、都会から離さなきゃいけない。集中化しちゃったわけ、そうですね。こういうね、研究をもう今から やって、で、とりあえずは今の原発で安全性が保障されたものは動かしていきますよと。だけど新規に作る原発はこういうものに切り替えていきますよ。これをねやんなきゃいけない。イノベーションありますね。ねえ、この本を読んでね、自分は専門家じゃないけど、そういう方向があるならって書いてる人は他にもいますよね。うん、あ昨日あの9時の、うん、NHK の9時の先生、うん、中曽根先生がお出になって、はいはい、うん、あの安易に今その脱原発 の、うん、あの発生する人が多いけれども、うん、今実際に言えばあの原子力はまだ必要なんだと、うん、長い目で考えれば、うん、あの要するにゼロになることがあるかもしれないけど、うん、今必要なのに脱原発というのは早計だというようなことをはっきり、僕もそう思いますね。思いますが、それだけじゃダメですよ。それだけじゃダメです。新しい原発を作ろうよと、今みたいな安全な、そこまで踏み込まなきゃね。それで今の軽水炉型の固形燃料使ってプロトニウムを作るような原発はやめちゃいましょう。そこまで踏み込んでほしいですね。いわゆる核爆発を起こして原爆を作るようなものと隔絶させちゃうってことですね、技術を。そうです、そうです。きれい、いわゆるきれいな原発があるんだよってことです、そうそこまで踏み込んでほしいですよ。それは確かに原発は必要ですよ。だけど将来はともかくっていうけど、僕は将来だってこういう新しい方の原発を持ってなかったら地球温暖化問題どうなっちゃうねえ。そうそう、地球温暖化の話はすっかり消えちゃってる。そうですね、今石炭なんてもう最悪のところにまた戦闘前にしてますからね。そうそれはねダメです。もっと踏み込まなきゃと。同時にこう今の話題は明るい話題でしょう。こういうふうにね、将来にね希望を持てるような計画でいかなきゃ。どんどん古いものは壊しますよ、新しく作りませんよ、最後に消えちゃいますよ、そんなね悲しいね、今まで大変なお金を投じてやってきた技術を捨てちゃいますよみたいなね、そんな悲しい計画ダメです。これはもうぜひね研究してほしい。先生、あの景気なんですけども、大体、うん、まあここのとこまで分かりました、うん、秋口からあの来期に向けてですね、1月2月3月あたり、うん、景気はどういうふうに動かれる。これは一回勢いがつきます。だって需要はものすごく、復興需要はものすごくあるのに、電力の制限のために生産が間に合わなくなって、輸入を増やし輸出を抑えたりしてた、たかが外れるわけですから、9月の10日以降ね、あの年末に向かってまた前の勢いで上がってくると思いますね。だから備蓄はね、依然としてその電力の制限の関係で輸出を抑え輸入を増やしちゃったから、そんな高い成長にならない。10、12はかなり高い成長になるでしょうね。だけど13にはまた電力不足の問題出ますからね。これは冬の電力問題もっと、あの東電、東部電力だけと思ったら関西電力なんかにも、そうあれは制限令は出さなかったけど、制限令は出さなかったけど要望を出しましたから、あれも大変だったんですね、関西電力。そうでしょうね、あれも効いたんでしょうね。ですから
景気として言えば、まあとりあえず十々には大丈夫ですね。で、一三にまた冬場の電力不足がどう効いてくるか。で、四六、来年の四六七九になってくると、この増税の問題が効いてくるんですよ。ここでもしね、復興増税を入れた予算にしたら、これはまた、期待成長率、成長の期待がしぼんできますからね、心配ですね。相変わらずやはり、自動車中心の経済成長なんですか、うん、それともなんか別のが出てきてますか。いや、これはね、復興中心に行きますから、それはもちろん産業の輸出やなんかは中心は自動車とかね、一般機械とかね、精密機械とか電気機械とか、こういうものが背負っているわけですけど、国内需要の中心は、新しいインフラを被災地に作ろうよと、新しい、地域経済建設しようよと。いうことですから、かなりそういった内需志向型の産業も伸びていきますよね。なんかそれすごく期待、うん、我々も期待してたんですけど、うん、どうも経済復興が進まないと、なんかおだなり の仮設住宅みたいなのは作られたけれども、なんとなく、だけど多分それは本当の本格的ななんかそのそれは2つあって、1つはね、本格的なやつは3次ですよ。3次補正。1次補正と2次補正は後始末だからね。ところが1次補正と2次補正の後始末もうまくいっていないのが瓦礫の処理でしょ。あれがうまくいってないんですね。で、3次補正でいよいよ本格的なインフラ構築が始まるわけですね。3次補正と10月末頃までやらないと話になるんですか。そうですね。でも成立するのはちょっと遅れるかもしれないけどね。規模は12、3兆円でしょうね。1、2、3合わせて20兆円ですよ。で、かなりこれ両方足すとあれですよ、平成11年度財政規模ってでっかくなるから、これはやっぱり景気に対するプッシュは大きいですね。だけどじゃあ来年度はって言ったらね、早くも増税だと。来年度に増税なんかしてダメですよ。これはね、ルールはきちっと決めなきゃいけない。さっき言った財政規律は保たなきゃいけないからね。こうやって復興財源を回収していくんだって、ルールはきちっとやらなきゃいけないけど、回収のための増税を来年度からやったらダメですね。そういうことをやると、ぐーっとそのスピードが出た回復が頭打ち。なっていっちゃうでしょうね。その後に藤井先生が多分エンジンになって頑張ると思うんですけど、藤井先生の基本的な考え方っていうのはどんな考え方なんですか。藤井さんがね、そのやっぱり財政規律、そうそう、経済成長なくして財政再建なしなんだけど、しかし逆に財政の規律が保たなきゃ経済成長できない考え方だから、その規律とね、赤字ペラシのところ、もう少し私も藤井さんと話し合ってみたいと思いますよね、うん。